皆さんこんにちは。今回の動画はミセレクションにてファーストステージのクリア順ではありますが、初めて全体でのランキングが発表されたブルーロック、当時の順位と現在最終セレクションで導入されている年俸ランキング、ここまで4回行われ総勢35名の選手がランクイン。そんなランキングにおいて2セレクションから最終セレクションの間に誰が一番評価を上げたのか、216話までの情報を参考にトップ10を発表していこうと思います。少しネタバレにはなりますが、イサキとリンはトップ10入りしていません。そしてこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いいたします。それでは本編最後までご覧ください。第10位はちぎり氷馬、37位分順位を上げています。2セレクションでは44位だったちぎり、最終セレクションでは7位までランキング順位を上げ、今回のランキングにおいて第10位となりました。現在ちぎりは最終セレクションにてワンシャイン式の選手として全試合に出場し2ゴールという活躍、ブルーロック組限定にはなりますが年俸ランキングにてチーム内ナンバーワンとなっています。第9位は国神蓮介、42位分順位を上げています。2セレクションでは50位だった国神、最終セレクションでは8位までランキング順位を上げ、今回のランキングにおいて第9位となりました。現在国神は最終セレクションにてバスターズミュンヘンの選手として、先ほど紹介したチギリ同様全試合に出場し2ゴールという活躍、第10戦目ではフォワードからミッドフィルダーにコンバートしてから活躍、シャルルから指導というパスを完璧に封じているためミッドフィルダーとして評価され、現在よりも確実にアップ査定濃厚。また個人的には第10戦目にて国神から潔という潔のゴールのために国神のアシストを期待しています。もしアシストが決まった際には8000万は射程圏内かなと思います。第8位は清水愛希、47位分順位を上げています。2セレクションでは77位だった清水、最終セレクションでは30位までランキング順位を上げ、今回のランキングにおいて第8位となりました。現在清水は最終セレクションにて FC バルチャの選手として1試合に出場、第7戦目にてようやく最終セレクションデビューすることができ700万の評価をもらっています。第9戦目の活躍次第でもっと順位が上がる選手となっています。第7位はワニマ純一、50位分順位を上げています。2セレクションでは79位だったワニマ、最終セレクションでは29位までランキング順位を上げ、今回のランキングにおいて第7位となりました。現在ワニマは最終セレクションにてマンシャンシティの選手として2試合に出場、第6戦目にて最終セレクションデビューすることができ第8戦目での結果820万の評価をもらっています。清水同様第9戦目の活躍次第でもっと順位が上がる選手となっています。第6位はニコ一騎、52位分順位を上げています。2セレクションでは63位だったニコ、最終セレクションでは11位までランキング順位を上げ、今回のランキングにおいて第6位となりました。現在ニコは最終セレクションにてユーバースの選手として3試合に出場、ミッドフィルダーやディフェンダーとしてしっかりと結果を残し年俸額4000万、ランキング順位第11位で最終セレクションをフィニッシュ、年俸額やランキング順位的にニコの代表入りはほぼ確定、代表入りほぼ確定ということで最終セレクション終了後も物語に登場する選手となっています。第5位はカラス旅人、54位分順位を上げています。2セレクションでは69位だったカラス、最終セレクションでは15位までランキング順位を上げ、今回ランキングにおいて第5位となりました。現在カラスは最終セレクションにてパリエクスジェの選手として全試合に出場、第10戦目の活躍次第でもっと順位が上がる選手となっています。第4位はガガマル銀、70位分順位を上げています。2セレクションでは88位だったガガマル、最終セレクションでは18位までランキング順位を上げ、今回ランキングにおいて第4位となりました。現在ガガマルは最終セレクションにてバスターズミュンヘンの選手として3試合に出場、カラス同様第10戦目の活躍次第でもっと順位が上がる選手となっています。第3位はライチジンゴ、72位分順位を上げています。
2位セレクションでは95位だったライチ、最終セレクションでは23位までランキング順を上げ、今回ランキングにおいて第3位となりました。現在ライチは最終セレクションにてバスターヌミュンヘンの選手として2試合に出場、第5戦目にて最終セレクションデビューすることができ1800万の評価、ランキング順位としては代表入りのボーダーである23位。そのためライチとしては代表入りするためには現在本市にて行われている第10戦目での活躍は増すと、速報としては256話にてライチがトキミスとの肉弾戦に勝利、この対戦結果を見ての人としてはライチのスタイアップは確定かなと思いました。第2位は七瀬虹郎、75位分順位を上げています。2位セレクションでは99位だった七瀬、最終セレクションでは24位までランキング順位を上げ、今回ランキングにおいて第2位となりました。現在七瀬は最終セレクションにてパリエクスチェンの選手として2試合に出場、第6戦目にて最終セレクションデビューすることができ、第8戦目での結果1600万の評価、あと1つ順位を上げることで代表入りを勝ち取ることができる順位につけています。そのため七瀬も代表入りするためには現在本試合にて行われている第10戦目での活躍は増すと、最終セレクションから自チームリンの愛人と化した七瀬、そのためリンの活躍次第で七瀬の代表入りは確定する。七瀬は第10戦目にてリンのゴールのためにどんな行動を取るのか注目。そして第1位は指導流星、107位分順位を上げています。2位セレクションでは111位だった指導、最終セレクションでは4位までランキング順位を上げ、今回ランキングにおいて第1位となりました。現在指導は最終セレクションにてパリ XJ の選手として全試合に出場し4ゴールという活躍、第10戦目ではすでに1ゴールという活躍、この結果最後の年俸ランキングではアップ差で確定。しかし今回のランキングにて第9位となった国神の徹底マーク、また256話にて日和の覚醒、この2名の影響で自チームのシャルルからのパスはシャルルや自身が覚醒しない限り今後期待できない、そのため指導はこの試合1ゴールでフィニッシュ。個人的には指導×2、ここまで実現できなかったこの2名による化学反応を第10戦目にて期待しています。以上、今回は2位セレクションから最終セレクションの間に誰が一番評価を上げたのかトップ10を発表していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X インスタ TikTok もやっておりますのでフォローの方お待ちしております。最後に告知になりますが、メンバーシップの方を始めました。メンバーシップに関しましてはコミュニティの方で詳細を投稿しておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。